さあ本日のスペシャルゲストをご紹介しましょう。錦鯉のお二人です。よろしくお願いします。こんにちは。うるせえな。錦鯉です。よろしくお願いします。ありがとうございます。錦鯉の長谷川雅紀です。はい、錦鯉の渡辺隆です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。本当に今もねちょっと話したんですけど、はい、錦鯉の二人と、新一さんは初めてかと思いきや、ソニー同じ系列というか、そうなんですよ。それで、ね、アーティストもその社員さんも全員含めて健康診断をやってくださるんですよ、はい、その時に、健康診断まさかの受けてらっしゃるって聞いて、まさかのってどういうこと？芸人差別ですか？違う ソニーの芸人は健康かどうか調べていけないって言うんですか？違います。お忙しいから受けれる暇がないんじゃないかなと思って。確かにそこちょっとテレビ出てないと受けらんない。ありますあります。我々はい、まだ1回しか受けたことないです。1回、まだ、まさにだ。まさにそうなんですよ、売れてからだ。はい、はい、食べれるようになったから、売れた証の、そうです。じゃあ売れた証、小峠とかは多分5回ぐらい受けてる。受けてます。そうです。10回ぐらい受けてるんじゃないですかね。小峠の結構受けてますね。そうですね。ザコシとかね、ハリウッドザコシショーとか、はい、そうなんですね。そうそう、そいつ共通点が。アキラは結構前に受けて最近は受けさせてもらえないそんなパターンあるんですか？あるじゃん、あるじゃない、わ知らないけど、ソニーじゃないから。アキラも受けてます。アキラも受けてる。アキラも受けてます。そうなんだ。からもうざっくり言うと元々同じ系列というか。そうですね。同じ系列の。乃木坂もソニーだし、はい、錦鯉もソニーだし。そうですね。はい、ね、まあ、ただ部門がやっぱ芸人部門と、あのタレントさんとか俳優さんとかミュージシャンとか。違うもんね。からね、まあなかなかそのすれ違うこととかも少ないですけどね。だって奥田民生さんとかも、ね、そうです。そうです。僕一回その目黒の事務所に行った時に、あの仕事で用事あって行ったら、自動販売機なんですけど、自動販売機に僕が買う前に奥田民生さんが自動販売機でジュース買ってるっていう。それで並んだことありますけどね。それぐらいすごいね。そう考えるとちょっとね、なんか現実離れしてるなとは思うんですけど。現実離れしてる。でもちょうどほら世代的にユニコーンとかも聞いてたでしょ。そうです。うん、ね、まさに。そうなんです。だって高校ぐらいの時はちょっとバンドブームだから。そうです。ね、もう僕土田さんと変わらないんで、もう見てきたもの全部一緒だと。いやいや、僕より先輩なんで。違う、年齢はあれですけど、でも芸歴的には土田さんの方が先輩なんです。一応芸歴はね、ええ、そうですね。でも俺だってまだ、だって今40代でしょ。僕44です。はい、俺今49だから、はい、だから40代ずるいですよ、それ40代それ40代って。でもこれ放送してる時俺50になってんだ。そうです。うわー、おめでとうございます。あ、いえ、ありがとうございます。そっか、9月4日ですね、今日はね。すごい、おめでとうございます。そうですか。ってことは、雅紀さんの仲間入りしたわけですよ、私は。はい、50代へようこそという。本当です。とんでもないです、ありがとうございます。ありがとうございます。でも本当の錦鯉の、まあ、おかげというか、性というかね、本当芸人がみんな辞めないっていう。そうです。性って言い方やめてください。まだ俺たちにもチャンスあるかもしれないみたいな。いや、でもすごいドリームですよね。いや、ドリームよ。いや、ドリームですよ。俺、今でも夢なんじゃないかと思ってた。ちょうど M1 撮る年に、だからはい、チャップリンっていう番組テレビ局です。はいはい、それで錦鯉が来て、はい、で、ハマって、しょっちゅう呼ばれてたの、はい、で、多分、内村さんとか、俺とか、千鳥とか、一応レギュラーなんだけど、はい、俺たちよりも出てんだもん。はい、そうなんですよ。そんなに呼ばれてたの？めちゃくちゃ出てるの。去年に関しては、確実に内村さんよりは出てる。出てるからね。はい、そうなの、はい。でも、面白いけど、M1 は無理だろうってみんなでしたのに、はい、まさか撮っちゃったから。はい、撮りました。ありがとうございます。すごいよね。本当にチャップリンのおかげだと思っております。いやいや、ありがとうございます。そのあとチャップリンあんま来てくんない。いやいや、そんなことないですよ。この間も来たけど、はい、もうオープニングで錦鯉やるのと思って、はい。ネタやったらもうその後も次の仕事があるんで。すいません。本当すいません。本当にやっぱ忙しくて。そうなんです。優勝するとね、ソニーも平井さんもね、えげつなく多分仕事入れてるんですよ、ね。平井さんね。そう。いやいや、ありがとう。忙しい時とか何本ぐらい入ってる？そう、1日に。何本ぐらいだろうね。いや、僕も覚えてないですけど、でもなんかその5本ぐらい、例えば収録あって、プラス打ち合わせだとかなんかあって、みたいな感じだったと思うんですね。深夜2時に終わって、4時入りとかありましたね。なるほどね、はい、でもさ、そのしんどいのがさ、はい、ちょっとずつ売れてったら、はい、体も慣れてくるじゃない、はいはい、何にも仕事しなかった人たちがさ、はい、急に1日5本やらされるんだよ。そうです。次の日からなんですか？いや、もう次の日からで優勝した次の日から。そう。で、その、優勝決まった時に、なんか噂で言われると、なんかそのマネージャーさんの携帯に電話がバンバン鳴ると。はい。で、吉本さんなんかもね、よくそれ言うけど。僕らもその優勝した日が、帰れたのが深夜3時ぐらいで。ああ、インタビューとか。次の日、朝の
ワイドショーとか出るから、はい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 、5時ぐらいに出なきゃいけなくて、もう寝れないから、うん、マネージャーと一緒に喫煙所にいたんですよ。はい、それでマネージャーの電話ずっと鳴ってんですよ。そのマネージャーの電話のバイブ見ながら、マネージャーと二人でタバコ吸ったっていうのがすげえ思い出なんですよ。かっこいい。ね、でもいい、うまいタバコだよね。止まらねえな、って言うから。そうですね。映画みたいな。だからその日、あれですよ、だから、家帰れなかったから、ホテルで泊まって2時間ぐらい仮眠してみたいな。うん、で、また5時からみたいな感じで。うんいや、すごい。で、それがさ、どれぐらい続くの優勝した ?12 月でしょ、はい、A1 優勝が。はい。もう優勝した日はその日朝からずーっと行って。でしょいやー、覚えてないですけど。だから忙しすぎて覚えてないんだよ。で、その恐怖みたいのはないですか？そうだね。そのガッと。そのガッと言ったらね。あります、あります。はい、もちろん。もう本当に、今は M1 チャンピオンだから呼ばれてるんですよ。あ、これ必ずみんなチャンピオンになった人言うよね。M1 チャンピオン。で、2021年のチャンピオンだもんね。そうなんです。錦鯉で呼ばれてない。と思ってます、僕今は。なるほど。はい、ってことは今年の年末には、新チャンピオンが生まれるわけだもんね、はい、そうなんですチャンピオンがね。だから、なんとかして今年の M1 中止になんねえから。いやでもって。でも俺も思ってなんか中堅ぐらいの時にその M1 始まって、はい、M1 で優勝するとブレイクしていくわけよ。はい、だから1回目は中川家だったりとかするしさ、はい。で、翌年が増田岡田か。はい、同世代で一緒にやった人たちだから、はい。本当になんかもう M1 とかも出れる権利もなかったし、相方もいなかったから、もう本当毎年あの時期っていうか、あの会場にだけ隕石落ちると思う。あの会場だったね。そう。売れてる人ばっか出てるし。はいはい、ところでだいぶ空席なくなる。一気になくなりますね、そうしたら。あそこだけ落ちないかなって。ほんと不吉だけど、そんなこと思ったもん。でもじゃあ、あと3、4ヶ月。そうなんですよ。そうだね。もう来年からはもう外れるんで、もう錦鯉として出なきゃいけないっていう、ね。そうだね、うん。はい。頑張らないとなっていう思いはあります、ね。でも生活水準も変わったでしょ？いや、お金使う。時間がないというか。なるほどね。忙しい時はね。はい、まだじゃあお父さんと住んでるの？住んでます。あ、はい、実家に？はい。あ、そうなんだ。僕はもう何にも、本当に僕は何も変わってないです。あ、僕はってことは？で、僕はですから、引っ越ししたりとか、はありますけど、でもあんまり物は、そんなに買ってはいないですけどね。うん、でも前、タカさんの番組でね、はい、そう。それ、まさのりさんが、その、一人暮らしっていうか、新しく引っ越すからっていう企画で、その家電量販店にビッグカメラ買いに行くみたいになった時に、はい、俺一緒についてって、はいはい、そう。その時だって、何十万もするやついっぱい買ってたもんね。はい、家電を、その、土屋さんにいろいろ教えていただいて、洗濯機、テレビとか、冷蔵庫とか、なんかいっぱい買いましたね。総額いくらぐらいだったんですか？あれいくらぐらいだったの？いや、でも100万以上。いってるよね。はい、いってると思いますけどね。うん、いや、すごい。私初めて一人暮らし始めた時、50万ぐらいでした。もう50万しか出せなかったんで。全部合わせて。全部合わせて。ああ、いや、でもまあ。でも、まあでもいいじゃない。一人暮らしで初めての時でしょ、うん、はい。我々が多分初めて一人暮らしの時で、50万なんて金出せないからね。失礼いたしました。怒ってる冷蔵庫まだ使えるじゃん。そう、僕なんか全部もらうもんでした、人から。そうだよね。だいたい、先輩からもらうとか。そうなんですね。そう。だって前のアパート住んでる時、隣にも芸人住んでたんですけど、はい、その隣の家の芸人のね、洗濯機勝手に使ってるのを人に見られて、はい、その人に勝手に人の使うなって怒られてたの。外に置いてある、はいはいはい、洗濯機だから、ね、知らない人に注意されてたの、ね、そうですね。だからいいかなと思ったんですか？いやいや、知り合いだったんですか？知り合いの。あ、一応知り合いの芸人なんですけど。そうそう。勝手に使わないですよ、僕。いくらなんでも人の知らない人の洗濯機。で、しかも年下でしょ、だって。年下。失礼しました。いやいや、使い勘違いだね。いや、だからね、ほんとね、長谷川さんはね、学年で言ったら、ナインティナインの矢部さんとかと一緒だからね。ああ。そうなんです。良い子の方、ね。そう、良い子ね。だから、それこそ中川家のレイジ君も一緒だし。はい。ドラゴンの塚地さんとか。塚地ちゃんも一緒だ。あと、おぎやはぎさんもそう。あ、そうだね。おぎやはぎの人も。そうそうそう。すごい面々の中で。そう、でもその面々はもう本当もう10年以上前から一緒に仕事してるけど、はい、ここ数年よ。こんなはげ上がって、ファンも全然ないなんて言ってた人が、はい、テレビでこんな売れって出てるのよ。突然現れましたからね。それはその、本当に。なんか次元が歪むというか。そう、思った。最初見た時に、はい、年上なのって。で、大体、ね、その同世代って、大体情報入ってくるから、知ってるはずなのに。なるほど、なるほど。なんかソニーらしいよと。何歳ぐらいから始めて、芸歴どれぐらいなんですか？僕は23から始めて。ちょい遅いけどだよね。そうです、そうです。なんで言ったら札幌吉本だもんね。そうです。高田と一緒にやった。高田と一緒だ。
そうそう。で、高田氏は18で始めてるんで、僕はもう5つ上で同じスタートラインなんですよ。なるほど。だから高田氏とはタメ口で喋ってるみたいな。うん、はぁ。渡辺君はだから東京吉本、ね。東京吉本ですね。だから、信子部の吉村と、はい、同期だもんね。はい。そうなのよ。じゃあ芸歴で言うと結構。結構、そうなのよ。僕で22年。だから僕も一回言われたんですよ、その、それ、土田さんじゃないですけど、うん、パンクブーブーの佐藤さんにお会いした時に、その話して芸歴何年ですとかって言ったら、え？まだその芸歴で知らないやついんの？みたいな。マジでマジで。そういうことですよね。だから、あ、やっぱさ、ある程度面白いやつは絶対情報入るじゃん。はい、はい、はいはい。なんか全然知らない人が、急にテレビで、なんか大きな声で、なんか叫んでるから。叫んでるって。何これって思う。叫んでるっておかしいでしょ。こんにちは。挨拶してきたで、それこそさ、ちょっとテンポが早いネタとかがね、漫才とかで多かったりする中で、はい、めちゃくちゃゆっくりやってるね。これはジジイにも分かりやすいと思うんだよね。ほんと年寄りにも分かるのは。ほんとソニーって、あの、お笑い部署なかったのよ。俺が始めた頃なんて。はい、そのお笑い部署作った平井さんって方は、俺が若手の時は、それこそ渡辺エンターテインメントにいた。はい。そう。そうです。そう。鍋にいた人で、若手とか担当された方で、はい、で、その方が渡辺辞めて、ソニー行ったって噂は聞いたんだけど、でもそこでちょっとずつその、だからいろんな事務所で落っこったりとかで、辞めちゃったりしたやつが、どんどん集まってて、はい、そうです。今何すごいだって、R1 チャンピオンもいるし、はい、M1 チャンピオンいるし、はい、で、キングオブコントのチャンピオンもいるし、はい、ありえないからね。吉本さん以外で。吉本以外で。初なんですよ。うちの事務所だけです。三冠。すごい。太田プロ、一人もいないから。あれいないですか？一個も取ってないよ。あ、本当ですか？いないいないいない。渡辺もいなくない？あ、花子がキングオブ。あ、そうか、キングオブ10本取ったの、はい。で、堀もいないし、多分堀プロもいないですね。堀プロはいないですね。で、人力賞は、人力は結構いますよね。東京03が取ったキングオブ。でも、アンタッチャブルさんも。アンタッチャブルさんも。ああ、そうそうそう。ね、そっか。で、ピンで、R1 でユティが、ユティ取ってないか。取れないです。ユティは取れないか。取れない。取れない。またチコは取れない。でも本当に、その、調理言われてたのが、もう、津田さんおっしゃる通りで、もうみんな他の事務所で通用しない人、もう、使えないとかクビになったりした人を、とにかくかき集めたから、周りに当時、いや、そんなポンコツばっかり集めてどうすんの？いや、そうだよね。だってもう、そこで通用しない人が集まってたから。それが、だってうちで、うちの事務所で初めてちゃんと売れた人が、小梅太夫。そうよ。じゃんじゃかちゃんだよ。エンタの神様。そうです。そうです。見てました。小梅太夫いなかったら、俺らいなかったもんね。そうだよね。ソニーが協力してなかった。お笑い部門やめちゃってたからね。そうです、そうです、そうです。なんならうちの事務所にいるアルコ&ピースは、もともと多分ソニーの。そうです。一緒にやってました。一緒にやってました。で、俺は、その、酒井っていうのがその一緒にフットサルやるようになってて、で、事務所移籍しようとしてるって話になった時に、多分平子とかもソニーにいたらダメだって多分思った。当時は。当時は。そうですね。当時はそうですね。って何年前ぐらいなんですか？え、でも十数年前だね、多分。もうちょいですね。はい。そう。そうだったんですね。バイキングとかも優勝する前ね。前ですからね。だってバイキングがあの、キングオブコント優勝した時のなんかその、ネタやる前にこう、VTR があるじゃない。はい。外中駆除やってる時の VTR とか流れてるんだよ、はい。そうですね。バイトとかですか？そう。当時ね。はい。はい、やってました。ネタやる前に何十分見せられてる夜中に外中駆除やってますみたいな。あの人バイト明けでキングオブコント決勝行ってますから、ね。じゃあそれこそ本当にもうね、変わりましたよね、きっと。いやもう本当に人生変わった。はい、それこそ多分バイキングもそうじゃん。バイキングはすごかったですね。なんか僕バイキングの話で聞いたのが、小峠がその外食所のバイトしてたじゃないですか。うん、で、ある日、その新しいサイズのユニフォームをね、作らなきゃならないから、サイズ教えてくれみたいなのを言われた時に、うん、いや、これで新しいサイズ作っちゃダメだと思って、サイズを言わないでね。うん、で、その本当にそれでキングオブコント優勝して、それからもうバイト行かなくて済むようになったっていう。なんていうんですか、その、願掛けじゃないけど。決勝行ったっていうのもあったから、ええ、もうここで人生かけるんだってのがあるから、もうバイトの新しいユニフォームはもう作らないっていう。そうなんですよ、ね。そういうの聞きましたね。優勝しなかったら面白かったのにね。めちゃくちゃ面白いですよ。すいません、今からちょっと作っていいですかみたいな。すいません、すいません。すごいね、もうこのゾーンでソニーについていろいろ説明しよう。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。それでちょっとここで一旦 CM です。土田照之、日曜のへそ。
FM93AM1242 日本放送土田輝之日曜のへそ。本日はスペシャルゲストに錦鯉のお二人をお迎えしています。お願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。今日は土田さんが50歳を迎えたということで、はい、素敵な50代になりたいと題しまして、リスナーさんからメールをいただいてます。はい、ちなみに錦鯉のお二人は素敵な50代というとどういうイメージですかね。50代、まあ決して正則さんではないだろうなっていう感じがありますね。そうね、やっぱ歯がない50代は素敵ではないもんね。そうですよね。うん、あれ歯は入れたの？いや、まだ入れてないです。でも通院中で今治療中です。いずれ、はい、今の夢が噛みたいですから。いろんなもの噛みたい。え、今何を食べて？離乳食だよね。離乳食じゃないですよ。いや、大抵のものは食べれるんですよ、何でも。あ、一応さ、ただ長時間かけて舐めれば噛まないだけで飲んでるだけで、うん、そうです。だから僕この間ふと思ったんですよね。僕白い衣装だし、はい、あ、本当に白蛇なんだなと思って。ん？え？いやいや、いや逃がさないよ。白蛇？はい、いやいや、いやいや、それ丁寧に。いや、僕、いや、考えたことなかったんですけど。ちょっとこのメール読まないよ。白蛇の。ちょっと。いや、だからその、丸飲みだし、白いから、あの、実は白蛇だから、縁起いいのかなと思って、ふとなんかちょっと思った。実は白蛇だから。いやいや、実はっていうか、白蛇っぽいなと思って、その時、あの、思ったんです。蛇だと言われたことあったんですけど、はい、あ、白蛇だと思って。うん。あの、メールお願いします。すいません。本当申し訳ないです。本当に申し訳ないです。じゃあ行きますね。はい、はい。島根県、武将猫さんからいただきました、はい。自分がかっこいいと思う50代ですが、スマートにお酒を飲める人です。たくさん飲んで賑やかなのもいいですが、ちょっといいお酒を味わいながらゆっくり飲んでいるとかっこいいなと思います。皆さんはどのような感じでお酒を飲まれますか？絶対できない。ガブガブ。ガブガブ。安い酒をガブガブ。ハイボールくださいって言ったら、銘柄どうしますかって言ったら、いっちゃ安いのって言って、いつも飲んで。ああ、そうなんですね。もうね。二人はお酒飲まれますか？僕は好きですね。ああ、そうなんだ。何飲むんですか？僕は基本ビールばっかり。あ、ビールなんだ。ビール、ずっとビールですね。うわ、いるよね。ずっとビールの人。アンバランス黒川と一緒。ごめんなさいでしょ、また地味な名前出ちゃってね。最初から最後まで、もう、平気なタイプで。いるよね。お腹いっぱいになりますね。そう。僕、なんでみんなそれ言うのかなって思うぐらい、別にもう、いや、気持ちいいでしょ、喉。胃が、なんかパンパンになってくる感じで、そのままあんま食べれないし、なんかあんま量も飲めない。飲んではゲップ、飲んではゲップ。はい、すごいね。素敵な40代で。理想的な40代で。え、マスノリさんは？僕も、あの、ビールとか、あの、チューハイとか飲むんですけど、そんな量が飲めないんですよ。あんま強くないんだ。はい、強くない。もう、あの、付き合い程度ぐらいしか飲めないんで。だから、その、記憶なくなったことがないんですよね。その、どっちかだと眠くなるんで。ああ、はい。あ、本当ですか？だから、ちょっと憧れありません？記憶なくなるの。え、そうなんですよ。気づいたら、なんか電池の上にいたみたいな、なんかそういう。電柱の上？いや、ちょっと待って。電柱の上？いや、そんな、例えばさ、だから、その、あるじゃないですか、気づいたら、その、知らないところにいたみたいな。いや、ちょっと知らないところにいた時じゃないじゃん。電柱の上の話だから。じゃあ、だから、その、あれですよ、道に寝てたみたいな、その、道に寝てたのあるかもしれない。電柱の上？どこのこと言ってんの？いやいや、あの、あんまりないですけど、その、鳥バケツみたいな。なんかあるよね。バケツみたいな。あそこ？いやいや、あそこっていうか、はい、なんかね、そういうの、はい。気づいたらどうか知らない。いや、あんたが言ったんだからね。そうね。何を。どこでもよかったのに。そう、どこでもよかった。本当場所どこでもよかった。話を止めちゃう、ありますね。すいません。いや、でも、まあ、でも、記憶なくなるのはね、気をつけた方がいいですよね。あれはありますよ、土屋さん。ついこの間。えぇ、この間？ついこの間。言ってましたよね。えぇ、もう、知らない LINE グループに誘われたりしてて。えぇ、何これ知らない間にお金も払ってるんですもんね。でもちゃんとしてる。で、家帰って、お風呂入って、洗濯もしてんの。え、うん、で、次の記憶が、洗濯機の電気がついてて、うん、なんで誰か洗濯してるじゃんと思って開けたら、うん、俺の服で、あ、俺が洗濯したんだと思って、それを今度浴室乾燥にかけて、寝てんの。うんちゃんとしてる。酔っ払ってる時も、後輩とかお店の人とかも、酔っ払ってると思ってないよ。ちゃんとしてるの。でも、自分は記憶がもうないの。怖いでしょ。怖いよ。そっちの方が。
いいな、記憶なくしてみたいです。ちょっと怖いですけどね。怖いですけど、いや女の人記憶なくさない方がいいんじゃない。そうそう、ちょっと怖いじゃないですか。ほどほどに。だって電柱の上で寝てるかもしれない。目は登んないで。気をつけてください。ニュースですよ、ニュース。次行きましょうか。はい、横浜市磯子区、イカメラの男さんからです。はい、50代へのアドバイスということですが、うん、まあ私には過ぎ去った過去なわけです。うん、そんな私のモットーが昔にあった某パソコンのキャッチコピー、エグゼクティブは走らない。だんだん急ぎたくても体が動かなくなるのが50代。うん、それを逆手にとってかっこよくゆっくり動く。これをアドバイスします。かっこいいエグゼクティブな50代を迎えてくださいということです。いや、もうわかります。もうそんなに急に早くは動けないです。そんなことないですよ。いやいやいや、本当に。どういうタイミングで早くさって動けます？何にも動けないよ。動けないです。老いを舐めないでほしい。これで誰でも平等に来るんですよ。はい。あ、そうですよね。朝起きた時、若い頃なんてファッと起きたのに、はい、ファッと起きたら体どっかやっちゃうかもしれないから、すごいピロリ起きるもん。あ、うん、あと朝起きて2階に上がってくるときはずっと手すり持ってあるからね。左の膝痛くなっちゃう。僕も本当今まで階段なんて一段飛ばしとかして、あ、分かる分かる、手すりって見たことなかったけど、はい、やっぱり40代後半になってからもう手すりのありがたみをめちゃくちゃ感じる。あのステンレスの手すりの、はい、登ってってちょっと大きめの丸の蝶つがいの部分、はい、あそこ掴んだ時の嬉しさ知らないんだよ。あ、ここまでたどり着いたって。掴んでないもんね、まだね。そうですね、うん、ちょっと軽く丸の部分だから、それ以外人生まだ幸せなんだよ。まだこれから楽しみ残ってる、うん、ああそうです、羨ましい。次じゃあ蝶つがいが楽しみになってくる。そうですね、丸をね、掴むように。だって俺趣味でフットサルやってるけど、若い時、はい、頭はちゃんとしてるから、例えば後輩とかがパスを、敵がね、パス出した時に、はい、こいつに出すなって分かるわけ。はい、だから、パスカットに行くわけじゃん。はい、その時に、よっしゃと思うけど、俺目の前をボール通っていくと、足全く出ない。普通に、あれや、ボールがコロ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 って。分かってんのよ。予測してんのに足出ないから。はい、だけど足が出なかった。出ない出ない。小学校の時に、運動会で、お父さんが転ぶ意味分かりますよ、ね。そうなんだよ。脳と足が、なるほど。違うんです。あ、で、特に、運動部入ってたお父さんの方が転ぶ。なるほど。感覚だけ若い時の、その部活の時の感覚があるから。はいはい、で、俺は、ま、結婚早かったから、子供が幼稚園ぐらいの時は、まだ俺も若かったし、はい、あと俺がその運動神経別に良かったわけじゃないから、はい、全然運動会も転ばなかったけど、はい、まあ見事に転ぶ。やる気満々の人ばっか、うん。そう。早そうな人ほど転ぶ。そう。そうなんだ、ね。体ついていかないですね。ついていかない。だからあんなに転ぶんですね、うん、お父さんたち。だから、小学校になってお父さんが転ぶってこの危険性を、もうちょっとお父さんたちはね、認識してほしい。そうですね。それをすることによって、子供めちゃくちゃいじられるんだから。そうです。お父ちゃん、そうですよね。そうよ。そうですね。めっちゃゆっくり。ゆっくり。動く。ゆっくり動きます。エグゼクティブな50代になってください。ということで、続きまして。ありがとうございます。埼玉県戸田市、ただっこならっこさんからです。50代になると、ラジオ体操も侮れないです。僕は週1回公民館でやっているラジオ体操に参加しているんですが、ラジオ体操第1と第2をやり終えると、はぁはぁ言います。特に体に馴染んでいない第2をやると、慣れない動きで体に痛みが走ります。まあ、とはいえ、続けてくるとだんだん体も慣れてきました。ラジオ体操はやはりよく練られた構成になっているなと思うとともに、錦鯉さんや土田さんにもおすすめです。この方ご注意して、ね。そうね。あんま無理しないで体の、ほんと全身運動なんだよね。そうですね。ラジオ体操って実は、ね。いや、もうだって40年ぐらいやってないですもんね、ラジオ。やってないね。ほんとですか。いや、いいかもしれないですね。確かにね。急にジムとか行くんだったらラジオ体操から始めた方がいいし。確かに。うん、あと、この間僕らね、そのテレビで太極拳やらせていただいたんですよ、はい、あ、ゆっくり動く太極拳、ゆっくり動く、あれ初めてねやらせてもらって、あんなゆっくり動くのにすごい汗出て、で息は乱れないんですよ。そうなんです。汗は出るけど乱れないんです。代謝は上がるけど、はい、息は乱れない。心配はだから早くないってことなんです。そうなんです。そもそもだけど太極拳やるロケ何やるだからいろんな街中のいろんなところを訪ねて、経験するみたいなやつがあって、太極拳やってるやつ、はい、ね、やりましたね。よかったよね。よかったよかった。あ、太極拳おすすめだ。太極拳いいかなと思ってましたね。あ、確かに、はい、なんかあんまりそのね、なんかちょっとなんですかね、おじいちゃんおばあちゃんが公園でやってるようなイメージあるじゃないですか、朝、うんうん、でちょっと舐めてたじゃないですけど、そうね、あんなゆっくり動いて何になるんだと思うんですよね。そう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 、うん、そうそう、いや、それ意外といい。ゲートボール、
この間極楽さんと、3人でそのロケで、はい、もう俺らもおっさんだから、おっさんの趣味を見つけようって企画でロケ行ったの。で、そんなことばっかりなんだね、俺ら。ほんで、庭のガーデニングと、はい、コーヒー、自分でコーヒー作る。はい、と、ゲートボールやったの、はい。ゲートボールってめちゃくちゃ面白いの。あ、そうなんすね。どういう原理なんですか？ね、もう、ボールなんか打ってゲートを通すだけだと思ってたの、うん、全然めちゃくちゃ戦略立てなきゃいけなくて、で相手が高校のゲートボール部の人だったんだけど、はい、向こう監督が来てて、で俺らから見てたら分かんないの、え、なんであれミスショットじゃないのって言ったら、こっち日本代表がいたんだけど、はい、違います、あれめちゃくちゃ高度の作戦です、あそこでボール止めることによってみたいな、どれも話聞くんだけど、何言ってるか途中から分かんなくなっちゃう。だから学んでったらめちゃくちゃ面白いみたいな。メールも来てますよ、ちなみに。平塚氏49歳、天使のチコツさんから。錦鯉さんにお勧めしたいのはゲートボールです、うん、年齢的にもハードすぎなく、うん、道具もリーズナブルに済むと思いますし、そうそう、やってみるとすごく楽そう、楽しそうに見え、最近私も今後ゲートボールをやってみたいと思っています、うん、そして私たち世代が子供の頃に朝のテレビ番組で放送していたおはようゲートボールの令和版を錦鯉さんで見てみたいとも思ってます。あ、いいね、ありましたね、レギュラー番組決定じゃない、そしたら。あ、ね、おはようゲートボール。ちょっと狙いどころかもしれないですね。令和版。やろうやろう。ゲートボールやろう。はい。初回ですね。初回ですね。一緒にやりましょう。いや、で、それで、はい、それこそ、今から本気だったら、はい、日本代表になれるかもしれない。そっかそっか、その日本代表があるってことはもう世界的なもんなんですね。それすら知らなかった。アジアは結構レベルが高いってことがすごくて、打ち方もいろいろあるんだけど、はい、またの、ところにこうなんか、打つやつ、やる打ち方があって、中国の選手はこの打ち方多いんですよ、とか。へぇー、みたいな。なんか、ぶつけたらぶつけた球取って、足の裏に挟んで、みたいな、ありますよね。そうそう。相手の球をぶつけて、その球が出たら。出たら。そう、自分の足のすぐ横に置いて、で、自分の球を踏んで、打って、ぶっ飛ばす。なんかありますよね。そう。それ全部面白かったから。いや、すごい。趣味はこんなメールも来てます。はい、藤沢市湘南ピーコさんからです、うん。以前働いていた会社の先輩は朝早く起きて波乗りしてから会社に来てましたよ。50代からのサーフィンも結構いるようです。長谷川さん、ツッチーさんどうですか？うんうんうん。ああ、でも俺海の近くに住むのが好きじゃない。あ、潮風とか、なんか、砂とかも。自然が好きじゃない。太陽が嫌い。じゃあ公園ぐらいのやっぱゲートボールぐらいがちょうどいいんですね。全然海向いてなかったです。そうですね。でもどうなんですかね。年いったらわかんないですけど、その自然好きになるというか、だから年配の方だと花好きだったりとか、突然石集めたりとか、紅葉見に行ったりね。だからさ、バナナマンのヒムケンもさ、ウォーキングしながらさ、花撮ったりするんだよね、写真。で昔は何とも思わなかったけど、最近はさ、花とかを見ると、みたいな。俺ちょっとまだその域まで行ってないから、気持ち悪くて。気持ち悪い。花が綺麗だな、あ、桜咲いてんなはわかるけど、いちいち立ち止まって撮らないもん。撮らないですか？撮る？撮ります、撮ります。あ、まだ、その、日村さんの域まで行った。50代まで行ってないですけど、うん、やっぱ東京にいると、なんか忙しすぎて変わらない景色じゃないですか。なんか車が走ってて道路があってってなると。ね、ビルがあってで。そうね、だから空とか、なんか桜とかがあると撮っちゃいます。なんですかね、自然好きになってちょっと女性化するんですかね、やっぱ。あ、でも、もっと言うと、徐々に一緒になるんだよね。はいはいはい。うん、女性は、だから閉経迎えて、女性ホルモン減っていくと。はい、男性も男性ホルモン減ってって、はい、ほぼほぼ近くなんじゃなかった。ああ、なるほど。何歳からかは、男の方が女性ホルモン多いとかだったんだよね。そう、平均的に。だからもうほら、おじいちゃんだかおばあちゃんだかわからない人とかいるじゃないですか。います。なんかもう、もう性別とかもないみたいな。はい、そういうことなんじゃないのかなと思って。へぇー。そうなったら素敵だけどね、僕そっくりのおばさんとかもいますからね。いるよね。わかる。確かに。いるね。友達のお母さんにいたもんね。いますね。髪型もこんなお母さん。短めでね。そう、かっこいい感じの。いますね。ねえ。ママさんバレーで4番つけてるからね。飛んだわ。飛んだ。ということで、ここで一旦 CM です。FM93AM1242 日本放送土田てるゆき日曜のへそ。
毎週日曜お昼12時から生放送でお届けしています。日本放送土田照之日曜のへそ。さあ、時刻は午後1時を回りました。改めまして土田照之です。新内舞です。 FM93AM1242 東京有楽町の日本放送からお届けしています。そしてゲストは錦鯉の2人をお迎えしています。こんにちは。うるせえよ。ちょっと声量抑えめでしたね。ちょっと抑えてみました。さあ、ということで、はい、音楽で懐かしい気分になってもらうこちらのコーナーです。この曲確かに書けないわ。絶妙なチョイス。あー、懐かしいですね。あなたの青春時代、懐かしい楽曲をプレイバック、懐かしい曲を流したい、さあ、今週はですね、特別版ということで、錦鯉のお二人にですね、はい、それぞれお題に応じて曲を選んでもらってるってことですかね。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ、まずは、じゃあ、どれから行きましょうか。ドラマ？ドラマ。行きましょうか。はい。ドラマじゃないか。はい、うん。これ、もう、こっからちょっと、ほんと、新内さんごめんなさい。いや、多分、わかんないだろうけど、楽しみです。知らない曲ばっかりだった。ごめんなさい。はい。でも、リスナーさんは楽しそうですね。じゃあ、渡辺さん。はい。はい。僕はですね、ドラマは、高校教師。おー！桜井幸子さんの。はい。綱田博之さん。はい。森田童子さんの、僕たちの失敗。なるほど。はい、流行ったな、これ。知ってるこれ。私、上戸彩さん。そうですよね、上戸彩さんの方ですよ。ああ、高校教師、この曲は知ってますね。そうなんです。この曲も僕らはこのドラマで知るんだけど、めちゃくちゃ古い曲なんだよね。そうなんですよ。そうです。そう1970年代とかなんですかね、昔の方で。でも辞められてて、確かに。はい、そうで、それをこのドラマで多分そのスタッフの方が見つけてきて、これだっつって見てましたね。まあ衝撃的なね、この時代多かったよね、はい、この衝撃的系ドラマ、衝撃的系ドラマ。今いや、あれ放送できんのかな。できない。コンプラ的に無理ですよね、多分、っていうぐらいのドラマ。相当な事件起こってましたから、連続で。ええ、いろんなことが、はい、生徒と教師ができちゃうみたいな感じ。そんな、まあまあ、うん、コツだけじゃないか、ね。ええ、ね、まあ、それもありますけど、ね、京本さんもね、京本さんも、何したんですか。持田さんだっけ。持田真紀さん、ね、峯岸徹さんとか。峯岸徹さん、お父さんと、最後燃えちゃってね、まさか娘と、なんてすごいだから。そのリアクション俺らがもう外に。そんな、今みたいにずっとだっていつでも見れるわけないから、そう、もうこの時間になったらまあビデオ撮るか見るかみたいな感じで、はい、次の日学校ではもうこの話ばっかり、ね、そうですよ。この時いくつぐらい。僕は中3か高1ぐらいです。確か、何年のドラマですかね。93か、じゃあ俺始めてんだ。93年、へえ、1歳。あ、でも生まれてはいるんですね。30年前なんだ。だ、93年だと雅紀さん何やってんの。何歳ですか僕。93年。未来から来た人みたいな。22歳だから、僕お笑い始めたの23なんで、お笑い始める1年ぐらい前で、札幌でなんかそのお芝居とかやってたんですよ。なんか劇団みたいなの入って、はい、そう、お笑いやる前、はい、なんかちょっと、まあ、暗いというか、切ないというか、もう、お歌もそうですけど、ね、ドラマ自体もちょっとなんか明るいものではなかったじゃないですか。そうね。これは、これ野島伸司さん？野島伸司さん。あの、これ多かったもんな、野島さんの作品はね、みんな暗い。そうなんですね。もう、ちょっと考えさせられるというか。で、多分、本当今は、コンプラで野島さんの作品多分、できないやつ多いんじゃないかな。ああ、そうですね。そのチャンスすらないのか。うん、そっか。さあ、じゃあ続いていきましょうか。じゃあ続いてドラマの主題歌は、私、はい、はい、はい、僕はですね、ドラマ主題歌、うちの子に限って、おお、の主題歌、チェッカーズ、星屑のステージは、ご存知。あ、私、あのチェッカーズさんと一緒に歌ったことがあって。へ、おー、すげえ。あ、フミヤさんと。あ、フミヤさんじゃないって、鶴子さん。鶴子さんです。鶴子さんと、さんとご一緒させていただいて、星屑のステージは他の子が歌ってたんですけど、私は
ギザ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 です。ギザギザ。だからなんとなくわかります。あとお母さんがめっちゃ好きでした。そう、まあお母さんとかがね、多分我々と近いから。そうか、そうですね。もうみんなクラスみんなチェッカーズ好きで、女の子。そう、ほんとそうだったよね。はい、もう社会現象だったじゃないですか。社会現象だって。俺も前髪伸ばしてたもんみんな。そう、前髪すごかったですもんね。はい、あれがかっこよくてね。だからこう一本、こう要は一束だけ伸ばすのよ、うん。ふんで頭髪検査とかそれを上に上げる。ふんで両サイド刈り上げて、ちょっとツンツンに立たせるようにするんだけど、そうすると同級生とかに「えどうしたのその頭」って言って「兵頭由紀さん意識してる」って「雪姉じゃねえよ」っていうのがもうお約束みたいな。雪姉もあの頭ね。そうしてたからね。だからその学園ドラマって結構熱血で熱かったりするんですけど、うちの子に限ってはそうじゃなくて、もう完全にコメディ、はい、コメディでしたね。それがね、なんかたまんなく好きだったんですよね。はい、そうそう。ちょうどだから、うちの子に限ってのっていうそのドラマって、生徒というか子供たちがいるんだけど、はい、その子が多分我々と同じぐらいの世代の人たちなんです、うん。そうだ、うん。はい、そうですね。田村正和さん先生で、ちょっとコメディー。そうよ。田村さんが先生だ。なんかあんまり想像がつかないです。そうで、コメディ、全然想像つかないですよ。そうですよね。めちゃくちゃ面白かったです。面白かったです、大好きだったんですよ、ね。だからあの時でも田村正和こんな役やるのって感じではあったと思いますよ、友達は。そうです、そうです。その後パパはニュースキャスターとか年次クロスでね、行くんですけど、はい、ニュースキャスターでね。さあ、じゃあ続いては好きなアイドル。はい、はい、じゃあ渡辺さん行きましょうか。はい、僕は小泉今日子さん。キョンキョン、はい、あなたに会えてよかった。ああ、いい。こドラマですね。キョンキョン、キョンキョンからです。僕小6中1ぐらいかな。うん、もうキョンキョンからですよ。僕がショートカット好きになってた。きっかけ。いや、でも確かにデビューの時は聖子ちゃんカットだったね。そうなんですよ。そこでそのアイドルがそんなボーイッシュな髪型みたいな、はい、でキョンキョンは本当に画期的なアイドルで、はい、ヌードとかじゃないから、あの魚卓みたいな、人卓ですよ。人卓、はい、自分のだから体に電気みたいなのって、それを和紙みたいなのやってヌードじゃないけど、我々だからエローって言ってでもなんかキョンキョンぶっ飛んでるぜ、それで歌とか歌うってことですか。いや、歌わないんだ。写真集というか雑誌とかだったり。あったー、ね、ナスの着ぐるみ着たりとかしてましたね。ああ、ほらあれ、はいはい、人卓。ああ、はいはい、そう、これも裸で、このペンキ塗って、こういうなんかやっぱちょっとぶっ飛んでましたよね。だからそのヌードを超えるみたいな感じで、レントゲンもなかったっけ。レントゲン、あ、レントゲンあるでしょ。うわー、そう、あったっけ。コンサートのフライヤーですかこれ。わかんないよ。でもなんか、ね、コンサートで書いたの。ヌードのよりもっとすごいでしょ。すごい。もじもじくんとかも好きでしたね。そうだね、全身タイツ、ね、全身タイツで。確かに、キョンキョンはすごい画期的だったな。かっこよかったもん。そうそう、はい、かっこよかった。かわいいプラスかっこいいっていうの ね、 ね、ありましたね。なんか新しかったよね。あったことはまだないですか。あ、ないです、僕は。じゃあないでしょうね、今作ね。だからキョンキョンそんなにテレビとか出ないじゃん、今。イメージないですね。何の番組で出れるんだって、会えるんだって話ですもんね。2回会いましたね。うん、すごい。それバラエティですか。ねネプチューンの堀内健の結婚式。キョンキョン来てて、二次会かなんかの時に、みんなその俺らくらいの世代の、はい、芸人がみんなで、キョンキョンと写真撮ろうよってキョンキョンとこ行って、写真ですかつって、ああ、いいよいいよつって、キョンキョンの周りをみんなで囲んで、撮ってる写真あるよ。うわー、すごい。なんかいいですね。いいです。青春。青春。みんな笑顔。まあ、そうでしょうね。確かに。さあ、じゃあ続いていきましょう。はい、私、はい、私はですね、あの斉藤由貴さん。あら、あ、はい、白い炎ですね。白い炎、僕斉藤由貴さんのファンクラブ入ってたんですよ。おで、まあ本当やっぱり卒業から入ってるから卒業好きなんですけど、うん、でもやっぱりちょっとあえて今日は白い炎で、白い炎で、はい、スケバンデカで、はい、別にドラマの主題歌でもよかったんじゃないかと思った。ああ、本当ですね、ドラマの主題歌でもありましたね。斉藤由貴さん好きでファンクラブ入ってファーストコンサートとかまあ行ってて、さらになんかねコンサートで声かけられて、あの親衛隊みたいのにも
入って俺と一緒じゃねえか、はい、だからもう世代も一緒だし僕は札幌だったんで大通公園でその声出しの練習あそこです、しててでさらにザ・ベスト10という番組で中継で斉藤さんがいらっしゃる時にそこに行ってその当時は初恋の歌の合間にその I love you love みたいなコールみたいな、ね、コールそうそう言って生で見たっていう思い出があって、シエダってスカウトなんですね。そうあのイベントがあった時にそのシニエダの方たちが「シニエダ入りませんか?」って声かけてる、はい、ほんで声かけられて「ああじゃあ入ろうかな」みたいな感じで入って、はい、だからそのいろんな組織がある事務所から友好的な団体と事務所と仲悪い団体とかそのアイドルによってバラバラだったりとかあと電話リクエストとか当時あった時はシニエダがもうみんなで集まって電話したりとかそう僕もねハガキ書いたりとか矢沢ママね当時は。うん、俺中3の時ですよね。俺はおにゃんこを見に行ったら声かけられて、でその後で分かったけどそのイベントにはビビる大木も見に来てたっておー、大宮の倉庫の屋上にすごい大木も来てたっつってあの時いたのなんつってでもそういうなんかその収録とかって分かんないじゃないですか。例えばベストデーみたいな、だからそれ事務所から教えてもらってたから仲いいところはそれで、そう確かに、ね、一般の人は分かんないですもんね、はい、それちょっとシークレットというかね、そうですよね、今みたいにネットであるわけでもないそう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 で連絡簿みたいなのがあって電話かかってくるの自宅にですか。そうだからそのあのあれよそのシニエタの連絡簿があって、はい、あの今度の土曜日に千葉県の稲毛海岸のなんちゃらってデパートの屋上に1時来れたら来てみたいな、でこの電話を回してって言って、はいっつって回すみたいな、すごいそうですよね当時はね、電話で固定電話で斉藤由貴さんの話じゃなくて新鋭隊の話じゃなくてさあじゃあ続きいきましょうか。じゃあ続いては、学生の頃にハマっていた曲ということで、はい、もうこれはもう、うん、もう本当にちなみに、はい、いくつぐらいの時ですか。もう高2高3ぐらい。高2高3、でちょっと大人になってね、ええ、はい、もうこれもう学生からハマってたって言ったらもうこの方たちしかいなかったんで僕は。あ、バンドかな、グループか。この方たちは、H ジャングル with T ローグオウトナイト、浜田さん、もう本当にこの頃はダウンタウンしか見てなかったです。いやそうだね、はい、高2高3、はい、ダウンタウンさんしか見てなかったんですよ。歌とかよく分かんなかったですもん。高校で。そうだから小室さんがもうこの時すごい時 で、はい、でやっぱ浜田さんの声ってちょっと高いと、はい、やっぱ声高いのがまず売れる中のなんか大事な要素、はい、でジャングルっていうジャンルみたいなのが流行ってる、うん、世界的にはっつって、でこれを日本に持ってきてそれで浜田さんでっていう。で本当にヒットしたところ。めちゃくちゃヒットしてる。でこの時俺やっぱダウンタウンさんすごいなと思ったのは、浜田さんはこれで歌唱印税が入るわけじゃん、はい、バカほど売れて、はい、で一方松本さんはこの歌関係ないわけじゃん、はい、で松本さんはこの時本出してるわけ、はい、衣装と松本っていう2冊があって、はい、これがバカ売れしてやっぱ印税入られて、はい、喧嘩しないですね。喧嘩しないだからその別々、ね、同じコンビとかグループでの格差が生まれないの。なるほど。インスタントジョンソンに教えてあげたい格差格差がすごいからジャイばっかり競馬当てるから、はい、すごい。いやそうですね、もう本当ハマってた、ハマってましたね、ダウンタウンさんに。じゃそれぐらいから芸人さんを目指そうみたいな感じで。そうですね、でも、もうダウンタウンさんに出会ったのは僕小6ぐらい、夢で会えたらその時から、だってもうその翌年とか2年後にはもう NSC 入るわけでしょ。そうですね、高校卒業、はい、高校卒業すぐ入った。あ、2年ぐらい経ってます。あ、そう、21の年かで入ったのが、はい、小室さんであのプロデュースというかあれで男性の方で他いないですよね。あの浜田さんぐらいしかいないはずですよね。あ、でもそうかもしれない、ね、そう、いないですよ、すごい、ね、はいはい、ね、男性ボーカル、うん、この曲聴いてダウンタウンさんの生い立ち見て俺が泣いてたりしましたからね。本当俺もなんか一回兵庫県の尼崎に住まなきゃダメなんじゃないかと思ったし、一回通り道として、そう、もう登竜門、あそこの生活してみないとやっぱあそこの生活より面白くなるんじゃないかと、はい、うん、思いましたね。それはすごいな、同級生と本当にコンビ組みたかったですもんね。そう、憧れたんだよね、そう、幼馴染というか。そうなのよ、小学校の時お互いのこと知ってるんだけど中2から仲良くなったんだね、ダウンタウンさん、はいはいはい、で2人で放送部入ったりとかして、そう、ね、
でもそこからずっとってすごいですね。ずっとそうですよ。さあじゃあ続いて長谷川さん。はい、僕はですね16歳の時ですね、はい、僕が16歳の時のなんですけど高1です。はい、ボーイの季節が君だけを。うわぁ、うわぁ、たまんねえぜ。同世代だよ。めっちゃ同世代じゃないですか。僕、16歳の時に初めてアルバイトしまして、はい、近所の焼き鳥屋さんでアルバイト始めた、友達の、紹介で。で、そこの有線でよくかかってたんですよ。あの頃ね。まあ、有線ね。で、そこの焼き鳥屋さんっていうのは個人店で、うん、当時ですよ、時給380円だったんですよ。戦後間もない話。いや違いますよ。あれ引っ越しですよね。いやだからそんなことないって。どうでした。あ、そうだそうだ、聞いたら分かりますよね。僕、俺800円ぐらいもらって。そこじゃないですか。いや別に。いやでも700いくらから大体800円ぐらいまでがあって800円で、その後もだって1000円ぐらいのバイトしたし。だ北海道だったっていう、札幌だったっていうのもあるかもしれない。でも札幌だよ。はい、札幌ですよ。だから僕2時間働いて1000円になんないですね。だから僕もしかしたら騙されてたというか、そう、最低賃金みたいなのあるじゃないですか法律で。いやだから最低賃金300円なわけないし、これを言ったら、この懐かしい話をしたいのに、この話をしたらみんなそっちに食いついちゃって、そんなわけねえだろみたいな思い出を語ってんのに。いやだって1時間で300円でしょ。380円。だから一番安いガンプラぐらいしか買えない。300円144分の1の。そうですそうです。だからいや騙されてたのかなと思って、個人店だったし。でもちょっとそれは分かんないですけど、当時なんか僕が初めて買った DVD っていうのが覚えてるんですけど、日村、だからもうちょうどあれですよね、あれボーイ解散ラストギグスがね、して、僕が最初に買った CD っていうのが日村京介さんのファーストアルバム「フラワー・フォー・アルジャーノン」と小崎豊さんの「街路樹」4枚目のアルバム「街路樹」。めちゃくちゃ懐かしい。この2枚買って、そのポスター貼ってた壁に、部屋に。あと俺もヒムロックのやつ貼ってたもん。はい、そう、それがもうすごいね、蘇ってくるんですよ、あの頃が。あとね、ゴーバンズも好きで、あ、北海道だもんね。はい、ゴーバンズもアルバム買ってポスター貼って。ゴーバンズも好きでって知らないでしょ。あ、すいません。女性3人組のバンドで、はい、そうそう、菊池桃子さんのいとこかな。そうなんですか。それは知らなかったんだ。僕の同級生の、お姉ちゃんが同じ学校行ってて、森若香織さん。なんなら俺が通ってた高校が大体このボーイの皆さんが近かった。あ、そうなんですか。群馬の、埼玉寄りのところで、うちの高校がもう、埼玉の群馬寄りのところだったから、大体この日村さんとかの中学の後輩で、そこが大体うちの学校から来てました。へえ、そうなんすか。もう腹高いからです。そう、俺は別に直接関係ないんだけど。すごいな。俺の中学の先輩はダイヤモンドユカイさんですね。マジですか。あ、そう、レッドウォリアーズ。僕ダイヤモンドユカイさんも好きで、あ、レッドウォリアーズ好きで、ずっと昨日見てて、僕ルシアヒルの上、ルシアヒルの上でもう入れようかなと思ったぐらいですよ。あ、まあでも入れなかったからね。ボーイだったから大丈夫、転ばない。すいません、すいません。うん、さあ、ということで以上、懐かしい曲を流したいのコーナーでした。FM93 AM1242 日本放送、土田晃之日曜のへそ。FM93 AM1242 土田晃之日曜のへそ。本日はスペシャルゲストに錦鯉のお二人をお迎えしています。お願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、錦鯉のお二人に質問メールが届いております。ありがとうございます。行きましょう。埼玉市の50歳三橋のマイケル、はい、お二人は売れるまでにたくさんのバイトをしてきたと思いますが、一番大変だったバイトは何ですか。あ、多分300円ね、時給380円の焼き鳥屋さんが一番大変だったと思いますけど、ね、そうですね。あ、それが大変、まあ今振り返ってみるとね、ちなみにですけど、何個ぐらいバイトは数えきれないですよ。切れない、もう数え切れない。順番言えって言われて言えないですよ。忘れちゃってんのもあるの、そっか。もうホストをやったこともある。まあそれはでも芸人やる前かなですけど、あとフェリーの中での皿洗いだとか、うん、北海道時代、そうです、札幌時代、苫小牧から仙台名古屋1回乗ったら13日間乗りっぱなしなんですよ。
すごい。そう、それ。すごい、すごい。それはいいんですか、時給とか。時給は良かったんですよ。1日当時で7000円ぐらいもらえたと思うんですけど、もう仕事が楽で、朝昼晩夜食の、あの、皿並べるだけとか、そういう感じだったんですよ。コックさんの助手みたいな。言っても、一昨年までバイトしてましたから、僕ら。そっか。はい。ついこの間。え、最後のバイト何だったの？その、僕は市場の野菜の仕分けです。最後のバイトが。え、どこの市場で？葛西に、青果市場があるんですけど、そこでスーパーに持ってくる野菜をずっと仕分けてました。そうなんだよ。まさみさんは？僕は、あの、水道料金の徴収です。ああ、なんか言ってたね。はい、その最後がそれでしたね。いろいろやってきましたね、まあ、渡辺くんはさ、実家じゃん。はい。ずっと実家なの？まあ、ちょっと出たりしたことはありますけど。でも家賃かからないといいよね。助かってましたね。なんとか。ただ、その住んでる場所と、その、劇場があるのが金目所だっけか、ソニーは。そうです。戦火。戦火。あ、戦火。はい。めちゃくちゃ遠いよね。めちゃくちゃ遠いですね。電車で2回寝れますからね。二度寝できる。遠いもん。どこ行くのも遠いじゃないですか。そうだよね。そう、大変だなと思って。まあ、フジテレビが強いて言えば。そう、フジテレビ、日テレは、ああ、まあ、そうだね。近いっちゃ近いんですよ。TMC 遠いね。旅行です、旅行。TMC は旅行です。TMC は本当に遠いですよね。富士大社の湘南ピークは46歳。はい。錦鯉、個々の仕事も増えてきたと思いますが、個々の仕事で一番辛かった仕事は何ですか？ああ。まあ、個々じゃなくてもね、一番しんどかった仕事とか、これからも応援してますって書いてあります。ありがとうございます。辛かった。なんですかね、辛かった。なんか、僕、結構、なんかずっと憧れてたこの世界。で、やっと26年目でやっとこの世界に入れたから、嬉しくて仕方ないんですよね。だから辛さなんかないんだよ。そうなんですよ。もうテレビ局来るのも嬉しいし、はい、ラジオ局もそうだし。そうです。で、もっといろんな方に会えるじゃないですか。で、さらに、プラス、昔に比べてコンプライアンス的だと思うんですが、そこまできつい仕事っていうのが。そうだよね。そうなんだよ。昔は、だってひどかったですよね。俺らがもう若い時なんて、もうだって朝、千葉港に連れてかれて、行ったら AD さんが来て、それぞれのコンビね、片方がワニ、片方がヘビと戦ってもらいます、ね。コンビ同士でね、それぞれ話し合ってくださいって言われて、ちょっとざわざわして、なんで、なんで、俺たちは戦うの？ヘビと、ワニとっていう、ね。そのと、俺ってたけしさんの、お笑いウルトラクイズって、はい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 、あれも一回出たことあるし、でなんならそのヘビとワニと戦うやつはたけしさんの元気が出るテレビっていうやつで、若い、出てるんですか、めちゃくちゃ若い時に、すごいな、その後紐で結ばれて工場の屋上から吊るされるっていう、ね、一人ずつ、なんで？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 って言いながら、辛かった、なんだろうな、あれから深海魚取り行った時かな、深海魚、コンビなんですけど、はいはい、行きましたね、あれね、駿河湾、船酔いも山だったし、駿河湾が深いからね、深海魚が多いんだよね、なんか、で取った深海魚、あれそれ背びれ触らないでってもうがっつり触ってる時に言われて。それからちょっと何ヶ月か右手ずっとしびれてたんですよ。毒がね。毒が。危ない。やばかったね。いや、あるよ。そうなんですね。で、続いて神奈川県の小田原市、小田原のかまぼこ。はい。私は来年50歳になります、うん。これまで仕事も恋愛、プライベートも何をやってもいいことがありませんでした。うん、人生こんなもんか、と半ば諦めていましたが、錦鯉さんの M1 優勝を見て、人生これからだ、と勇気をいただきました。そこで錦鯉さんに質問です。50歳過ぎまで売れてなくてもお笑いを続けてきたモチベーションは何だったんでしょうか？それは聞きたい。教えていただけると幸いです、ということで。ねえ。何ですかね。いやもう一言で言えば、もう本当これいろいろ言ってんすけど、本当だったらその、いや俺たち面白いから絶対いけるんだとか、いや別に売れなくていいですよ、俺はお笑いが好きだから売れなくてもやりたいんだとか言ったらかっこいいんですけど、本当のこと言ったらもうやめるきっかけ逃してきたっていう、そうだよね、絶対そうなんだよね、わかりますよね、わかる、俺が普段飲んでる後輩連中もそうなんだもん、そう、もうきっかけ逃してもうやめてもやることないしな、やることないんだよね、もう免許も資格もないし、なぁ。それだったらこうなっちゃうとね。かすかな、ね、細い光でもしかしたら、もしかしたら、みたいな。うん。なるほどな。まあだから続けたら分かんないよってことですもんね。そうですね。そう、だってそれこそなんか俺らが若手の時に、天然素材の番組やってて、そこにトミーズのマサさん来られて、はいはい、やめるなと。
あの、辞めない限りは売れるチャンス絶対あるから。っていうのは結構真理だなと思ってて、はい、確かに辞めちゃった時点でもう売れることはなくなるわけだからね、はい、辞めないでいれば可能性はあるわけだからと。だから続けることで大事だなと思いながら、うん。まあそんなこと言ってたね。俺は19の時もうテレビ出てたんですけどね。すごい、すごいっすよ。本当にすごい。僕いいですか、土屋さんの話一つ。マッシュ TV とかゲストで出られたこととかありますよね。あるよ。僕初めて土屋さんお会いしたのがそのマッシュ TV で、当時あの、いやでも大勢のうちの一人です。なんか北海道弁とか秋田弁とかっていう人がなんかこうなったんですよ。方言です。それの、はい、それで北海道弁でなんかオーディションかなんかで行って行ったんですよ。でその収録を見てるんですよ。で僕当時、なんかテレビって編集があるから面白いことを言ったりとか面白くなくてもなんか面白いように編集できるみたいな話を聞いてて、うん、で本当に面白いかどうか分かるっていうのは生放送だよとか舞台の上だよっていう話をちょうど聞いてて、その時マッシュ TV 行った時に土屋さんいて、こうお話収録見させていただいた時に、いや面白い土田さんって思ってその編集してない舞台ではなくな、あのその収録を見てて、はい、でそれ僕衝撃的で本当に面白い人なんだと思って、であのその後いろんな人にその話何人かにした覚えありますよ。土田さんって本当に面白いんだよ。いやいや、なんか、なんか恥ずかしいね。でもそれすごい覚えてるんですよ。でもあったあった、 ありましたよね。マッシュってあの藤井隆がいさん、はい、キャラクターを、で音楽番組だったんだけど、多分ゴールデン上がった時だよね。ああ、だと思いますね。あのコーナーとかあったの、その時に視聴率でなかなか取れなくて、ね、もうニッチもサッチもいかなくて、いろんな企画やってる時にその方言みたいなありましたよね。やった、そうあった。だって俺その時広末涼子の地元に行って、広末の同級生に話聞いてくるってロケ行ったりとか、高校試験まで行って、広瀬さんに会ってないよね。だから友達になってるだけなんだけど、なんかもう俺広瀬と友達だと思ってた。中学の時のエピソードいっぱい聞いちゃってるから、なんかすごい。でもそこでじゃあ何十年前に会ったんですか。いや、そうなんだ、ね、あの時って何も出られてました。それ銭形とかですか。いや、そう、銭金で、もう相方もいなくなっちゃってるんで、マッシュの時だから、30ちょいぐらいじゃないかね。なんかすごい、それこういつか土田さんにお会いしたとか話したいなと思って、何回も会ってるけどね。そう、なかなかいうチャンスがなかったんです。なんなら俺だって全然番組違うのにテレ東で楽屋見つけて入ってたことあるもん。渡辺君に、でもうちの子供と学校一緒なんだよって伝えに行ったりとか。それが初めてですか。うん、その前にチャップリンで会ってたんだけど、なんかの時に錦鯉の資料を見た時にそれを見て、はい、えっと思って、あ、そうなんだっていうのがあって、はい、そうそう、それで、あ、いると思ったから行ったりとかして、はい、そう、なんか俺が1本目で2本目のゲストが多分錦鯉とかだった、あ、その番組で、なんかそれ違ってます、はい、そう、そんなだから。すいません、すいません。いえいえ。じゃあ続いて、はい、入れましたの三女38歳、はい、一通り番組に出たと思いますが、はい、対面して衝撃を受けた人いますかっていう。そうですね。僕があのずっとあの会いたい、出たい番組なんですかって言われ質問に対しては徹子の部屋って言ってたんですよね。もう土田さん分かると思いますけど、僕は小学校のからずっといろんなテレビ見てる時に、うん、売れるのがあまりにも時間かかったから、もうテレビ出る頃にはもう全部終わってんですよ、番組。あ、そうだね。トンネルさんだとかいいともだとか笑っていいとももね。だからもう唯一子供の頃から見てて残ってる番組がもう徹子の部屋とあの世界の車窓からしかなかったから。世界の車窓から俺あんま見たことねえから。だから徹子の部屋に出られて感動しましたよ。ああ、そうね、行ったんだ。はい、出ましたよ、と。どうでした？ね、みんな苦労しますけどね。いやって言うじゃないですか。でも優しかったですよね、僕らに対しては。優しかった。僕らのネタ見て、なんだかあなたたちのネタ見ると憂いがあって泣いちゃいそうだわ。びっくりしましたよ。あの漫才見て泣きそうだって言われたの。泣いちゃう。徹子の部屋出て大変だって言ってるのは吉本の方が多いんだよね。はいはい、はい、別に全然、ええ、あ、そうなんですね。だってあんな楽なことないじゃんね。だってオチを先に言ってるけど、うん、はい、その話すればいいだけの話だから。そうですね。そうですね。あの、なんかお子さんとどこどこ出かけてね、こういう事件があったらしいじゃないですか。ね、はい、その話、どうぞみたいな。言われるから、その話するだけだから。あそこでガンガン笑い取ったのなんて思わなきゃいいだけだから。普通に会話してれば、成り立つんです。渡辺さんは何かありますか、対面やっぱり、ダウンタウンがやっぱね。ダウンタウンさん一番最初どこだったの。デラックスです。あ、デラックス呼んでもらって。二人はデラックスです。松本さんは M1 で何度か2回ほどお会いしてるんですけど、ね、うん、揃ったダウンタウン、やばかったですね。へ、え、ぇ、ー、
なんか樹齢2000年ぐらいの木見てる感じ。もう屋久杉みたいなね。イフの年が縄文杉みたいな。え、なんか喋れました、うまく。なん、もうなんとかですよ、なんとか。今のやっぱダウンタウンさんは優しいもん。はい、そうですね。昔はやっぱもうみんな、なんかそういう時代じゃないから、俺も初めて出た時とか全然喋れなかったし。そうですね。そう。でも、僕は、浜田さんのおかげでちょっとその、喋るきっかけもらったというか、はいはいはい、藤原竜也くんも初登場がで、なんか出てたの。一緒にダウンタウンデラックス出たの、はい。俺まだコンビで。藤原くんがもうナチュラルでめちゃくちゃ受けて、やばいどうしよう。あの若い俳優受けてる。どうしようどうしようと思ってた時に、その藤原竜也くんが喋ってんの俺が端っぽで見てたら、はい、浜田さんが急に笑い出して、お前なんやねんすよ。お前なんでそんなガン飛ばしてんねんって言われて、ただただ目つきが悪いだけなの。はいはいはい。ほんで、あ、そうかと、これで受けてくれるんだと思ったから、はい、藤原竜也くんが喋るたびに、俺ガン飛ばすって。浜さん頭はたいてくれて、やめろお前みたいになって、それでなんとか持ちこたえた、すごい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 。あったりとかしましたね。すごいな。いや、確かにダウンタウンさんはね、二人でパッて、僕見られた時マジでトラックが突っ込んでくる感覚衝撃衝撃見られただけなので、あとなんか憧れた先輩に名前呼ばれると、いや、うわ、はい、名前知ってんだって思うね、はい、なりました。あ、土田とか言われた時、はい、え、俺のこと知ってるのみたいな。まあ呼ばれてるしね、台本に書いてあるんでしょうけど、それは嬉しいとか、嬉しい、感動ですよね。本当に嬉しかったですね。でも俺初めて会ったのは18の時に、あの、アルバイトでフジテレビ行ってた時に、ごっつええ感じのまだ特番やってた時で、夜中2時ぐらいに、なんかフジランドっていうレストランがあったの、フジテレビに。で、もう閉まってて、自動販売機があったから、そこで友達と二人でくっちゃべたの、夜中2時ぐらいに。ほんなら、カツ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 って音が聞こえて、振り返ったら、その収録終わった浜田さんが、マネージャーさんと歩いてきたの。でも、あ、浜ちゃんだと思って、すぐパッと立って、お疲れした！って言ったんだけど、浜田さんずっとガン倒しながら、エレベーターの扉閉めて。扉閉めたら怖え。なんでガン飛ばせんの浜ちゃん。超怖いんだけどって。友達と盛り上がった。へぇー。すげえ。さすが。じゃあ続いて、渋谷区のラジオネーム、ダンケさん。はい。錦鯉のお二人に質問です。はい。20代、30代の頃想像していた50代と実際に50代になって、違いとかありますか？でもドリーマー50代ですからね。ねえ、はい、もうなんか初めは始めた頃ってゴールデンで番組持ちたいとか、ね、カメラトンネルさんダウンタウンさんになりたい、うんうん、でもあまりにもこう売れないじゃないですか。そしたらもう目標がだんだん下がってきて、うん、月に1回テレビ出れればいいや、うん、週に2回バイトぐらいで済むぐらいなんかお仕事もらえればいいやと落ちてって、うん、だから本当に今のこの姿は想像してなかったでしょ。全くしてなかったです、本当に。そうです、それがなんかね、運良くというか、まあそうね、本当、まあ、ね、運良くよ。だから、ね、今後の目標なんですけど、50代からの伸びしろっていう、うん、っていうのがあったから、これはい、いいじゃないですか。この言葉どうですか？俺別にダメとは言ってない。何も言ってないのに、なんで急になんか途中から、あ、諭されるかって言われたんだろう。どうですかね、これ、50代。いいんじゃないですか。はい、そう。50代からの伸びしろ。今やっと青春じゃないですけど、その憧れてた。うん、そうだよね。そうなんですよ。今やっとだもんね。はい。でも、運掴むって一番実は大事なことじゃない。はい。ね。それができたのはやっぱ素晴らしいことだからね。あ、そうですね。そう。だって面白い人っていっぱいいるじゃん、ライブ業界。はいはいはい。テレビ出てなくても。はい。多分吉本さんでもね、大阪でも多分面白いやついっぱいいるけど、なかなかねきっかけがなかったりするけど、そのやっぱきっかけ掴んできたらっていうのはすごいなと思うから。確かに。でもそのきっかけを掴むのも努力してないと掴めないことだと思うんで。そうなんだよね。そう。まあ、やってないとですね。ね。やってないと掴めないことですか。うん。そっか。で、ね、最年長がなるほどねみたいな感じになって。さあ、ということで、そろそろお時間ですね。お別れのお時間となりましたけれども。なんかあれですか、お二人告知とかがありましたら。あれですね、まあ、くすぶり中年の逆襲っていう新潮社から出てる我々の本。本あ、あります、ね、あと DVD が、こんにちはっていう、DVD が出てたりとかするんで、はい、そちらの方をぜひ、手に取っていただければと。はい。思いますね。お願いいたします。はい、お願いします。はい。本日のゲストは、錦鯉のお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。土田晃之日曜のへそ。